さあということで、呼び出されまして、何でしょう。皆さん、福山雅治です。よろしくお願いします。ありがとうございます。やりました。え、すいません、ありがとうございます。では、ね、はい、それまだやってんの？やるでしょ。それやるでしょ。そうだ、まだ本人バリバリやってはるんですか？いやバリバリの人なんですから、全然いいじゃないですか。あ、そうなんですか。そりゃそうですよ。似ても似つかんから、ね、いやいや、そんなことないですよ。あ、あのちょっとジュニアさんにね、はい、連絡させてもらいまして、はいはい、なんと私ね、はい、あの YouTube を今年、うん、あのまあまあ3月ぐらいから始めまして、まあ4ヶ月ぐらい経つんですかね。ようやくです、はい、登録者数1000人いきまして、でまあまあ収益化だったんです、はい、だからちょっと記念に、はい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 、コラボしてくれませんかってことなんですよ。そんな、だってそんな短い、はい、言うたら日数で、はい、1000人超えるってなかなかね、今だって いやマジマジ、今だってほんまになんかもう全然なんやろ。いや全然なんやろっていうか、俺も全然やし、ま、やってるかどうかが分からへんもんな、はい、まあまあ、YouTube で大山秀夫って検索、はい、1000人以上の人がしたってこと。いや、まあ、わからないですけど。こんな気候ある？いや、なあ、そうですよ。そうなんです。大変な、大変やったんですよ。正直、まあ、当たればラッキー。もちろんね、野生爆弾のクッキー、クーちゃんと、うんうんうん、ザコシと、あの二丁拳銃修二と、新年会、僕の新年会やったんですよ。その時にちょっと何にもやらへんから、何にもやらへんのに相談事ばっかりやと、いつもどうしたいねどうしたいね、なんか動きや言って、クーちゃんに YouTube やんなはれ、失敗したら失敗したで僕らいじるし、おもろいやん、ネタになるやん、やるわ言って、まあまあ一人でやろうと、一人で12本ぐらいやったんですよ、料理動画とか。それが全くやっぱ伸びないし、全然ダメやったんですよ。でそれを東野さんに相談したら、はい、東野さんと花丸さんと僕と3人でご飯食べた時に、ちょっと一回出たろかと、最初なんかゲストで東野さんと花丸さんが、でそっから何をするかって言ったら、あのキャッチボールを、野球やってたし、野球やってた、芸人キャッチボールで、キャッチボールしながらゆるいトーク、それいいんじゃないですかって言ってくれたんです。いいですね、あの変わった形がいいかもしれない、キャッチボールしながらひょっとしていいかもしれませんよってことで、芸人キャッチボールみたいなことができたんです。それ言われたもん。ほんで今日起きたら豪雨や、はい、そうですそうですそうです、豪雨です今、はい、わかんないです。でもあ、降ったりやんだりしてるから、今晴れてるんですよね。いや今晴れててとか言う、7ミリから降ってたそうなんですで、それで跳ね上がったんですよ。2人が出てくれたら跳ね上がって、それで1000人超えて、はい、そっからいろんな人出てくれて、やっと1000人超えたんです。じゃあいろんな人をこれからも呼んでキャッチボールするっていうこと。そうです、そうです。ああ、なるほど。で、記念にちゃんとしてるやん、はい、そうです、まあ一応ここからやってます。で、まあまあたまには1人のやつも、ね、うんうん、これ今はどっちのチャンネルなの？ジュニアさんの。俺のチャンネル。そうです、俺のチャンネル、はい、じゃあ、はい、始まってから1個もおんないやん、はい、あかんそんなんちゃうねん説明ですやん。説明にもさ、なんでこう始まったから説明ですやん。もうちょいさ、はい、あの面白パウダー振りかけてくれんと、ただただ説明ってさ、お前のチャンネルのシステムどうでもええねんなんで今のなかなかとしょうもない話もっと短くできました、できるし、いやいや、ほんでじゃあまず、はいはい、あの知らない方のために、はい、はい、そうですね、はい、なんていうの、出会い、はいはいはい、我々大阪、と、NSC の8期生、はい、そうです、同期が、はい、バッファロー五郎、はい、藤原、はい、名田木武志、はいはい、チャンス大城、まあ、チャンスもね、ほんで、天田白川、あ、そうですね、白川、はい、あれ何人ぐらいですか、400人ぐらいぐらいおったんですか最初はね。最初200人で、そうです、分かりました、分かりました、はいはい、俺は政治から電話かかってきたのが、はい、みんな4月に入ってて、はい、俺6月に電話かかってきて、そうですね、うん、そうです、6月に高校1年生、在学はしてたけど、はい、学校行かずに部屋にいたら電話が鳴って出たら、政治が、はい、俺今吉本いんねんけど、はい、相方いいからお前来いって言われて、今度俺福知山から電車乗って、はいはい、大阪 NSC 見に行った、はい、その時はどっち、はい、同じクラスやったんかな。その時は違った、違うクラス、
ほんで行った時に藤原がネタやってたのを覚えてるんです。藤原ね、面白かったですよ。めちゃくちゃ面白かった。はい、最初からほんまに面白かった。はい、そうです。ほんで俺は行って、はい、あの人を笑かしたこともないし、うん、クラスでおもろいこと言ったこともないし、うんうん、でも俺はここに来るしか、うん、もうこの先人生もう真っ暗、はい、もう政治がやっとこうなんていうの扉開けてくれた、はい、もうここしかないと、はいはいはい、だからなんか俺はもうここに入るんだと思いながら見てる、なんとなく幼な心に、はい、今からライバルとしてみんなやっていく人のネタで笑ったらあかんと思う。ああ、なるほど。でもみんな結構笑ってる、はいはいはい、なんで笑うねん、みんなでここで戦っていくんちゃうの、はい、と思いながら、はいはいはい、でもそれでも俺はもう我慢しきれず肩揺らされたのが原西。ああ、そうですか。うん、すごい。めちゃくちゃ面白い。いや、面白かったですね。絶対笑ったらあかんのに、はいはい、と思いながらも肩揺れてるっていう。おもろかったです。だ、はい、ほんで、はい、2、3日後にネタ作ってこいと俺、誠治に言われて、はい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 、ほんで、福知山の、はい、引きこもってた部屋で書いて、なんか見よう見まねで、俺、はい、劇場に漫才見に行ったこともないし、はい、テレビで漫才見たこともなかったけど、はい、なんかわけのわからんことをやって、はい、で、やったら受けて、はい。その時はいた。その時いました。いた。はい。なんか合同でやったんですよ、多分。あ、そうなんや。誠治は知ってたんですね。誠治は知ってたけど、誠治がほら安藤ワニと組んだりとかなんかいろいろあったんですよ。で、弟呼ぶっても知ってて、で、ジュニアが登場したんですよ。あの頃の NSC のゆるゆる加減、はい、俺入学金払ってないねんで。そうやったんや。そう、安田さんっておじいちゃんいたやん。おったおった。ね、モンバーみたいなおじいちゃんがいてあったよ、いつも。ほんで、誠治が相方いいんから、家に弟いんねんけど、あの呼んできてええかって。ええんちゃうかそう、ほんで、お前弟か、おい、入れ入れ、言って、言われて。なるほど。そう。でも最初、ネタやったでしょ、めっちゃ面白かったんですよ。ライバルやから、笑ったあかんとか、こいつらとやあの敵や、みたいな感じあった時に、お前の心こじ開けたんボケたでしょ。そうそう、うわっ、いや、ほんまにホワイトボードに、はいはい、もうほんまこれ、はいはいはい、こんなんが、はい、こう NSC の、うん、こう教室の、はい、こう一番後ろにこう置いたんね、はいはいはい、こうやってお前番号だけこうやって書かれてて、はいはいはい、これ覚えて、めっちゃ覚えてるわ。ほんで多分30番ぐらいまであったんかな、はいはいはい、これみんなさ、はい、例えば25、26とかでこの辺に、うん、なんかこうコンビ名とか書いていくねん。そうやな、だいたい中頃あった、はい、なあったあった。ほんで俺、はい、引きこもっててんで。そうそうそう、ね、さっきまではいはい、で来てんで、はい、で何で200人ぐらいいんねんで、うん、プレハブの中に、うん、誠治が、ここに千原兄弟って書きよったトップやった。トップに一番に。あ、いや待てと、様子見さしてよと俺まだ体7割引きこもってんねんね。ほんでこれでやってん、はい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 、ほんのなんか幸か不幸か受けてん。受けましたね。受けめちゃめちゃ面白かったですね。いや、ほんで、はい、よかったと思って、はいはい、そうです。で戻って、はい、戻っていうてもみんなは4月からやられてる、はいはい、年ももう大体、はい、3歳4歳、もっと大学出た人だったら6歳とか上、うん、みたいな人たちがいっぱいいる中、うん、もう大人ばっかり、うん、15歳、はい、もう田舎から出てきた少年が、はい、隅っこの方にこう座ってた、ほんなら、はい、隅っこの方から人のネタを睨みつけてた、はいはいはい、ほんならドン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 って横座って、はい、お前おもろいなーって言うたのが大山です。そうです、そうです。めっちゃおもろいやんけ。なあ、言ってジュニアも何も無視です。なあ、なんでめっちゃおもろいやん。いや、俺はなあ、ほんでなあってめっちゃおもろいな、お前ネタ見たいね、人のこいつ絶対芝居取るもんでしょ。で、僕は知らんかったけど、こいつ絶対いつか芝居取るって思ったんですよ。ほんで思ってたらしいです。あいつなんなん、あいつなんなんっていう相談したのが、はい、14歳のチャンスを知れ15歳と14歳の少年が、ね、はい、いやでも僕はそこからあの親友になっていったと思ってるんですよ。僕とジュニアの歴史は親友になっていきましたよね。親友というか、はい、そこからなんか、ね、なんか、はい、やっぱり藤原が、はい、もう一気にロケットスタートみたいな感じで、もう NSC にいながらにして二丁目劇場とかの出番をもらって、ほんで笑かしてたな。ほんでその後ろにバファローゴローとかこう行って、ほんなら天然素材の
オーディションみたいなのが始まって、はい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 、それ呼ばれて行って、うんうん、ですぐにその場で、うん、お前らあかん、はい帰れって言われて、うんうん、当時 の, その天然素材作った人がな、はいはいはい、うん、お前らあかんって言って、はい、で政治が、はい、なんであかんのとかって言うねんあいつ、いやもう汚いからやって言われて、ああなるほど、ほんならなんでバファローから入ってんねんあいつバファローまで引きずり下ろそうとしたよバファローからもそうですね、おしゃれではなかったです ね、まあ、まあね、確かにね、最初に大山は誰と組んでたんだっけ、浦井、はい、うん、っていうマニアックというコンビでね、その前組んでなかった誰かと、その前はもうやめましたよ、その最初ですよ、ほんで一緒に、はい、あの半笑いのモアイたちって、そうですそうです、高須さんが名前つけたっていう、我々の頃で言ったら高須さんって作家としても、もうすごい人っていう人が、はい、そうですね、わざわざ NSC の在学中の、はい、イベントの名前つけるってすげえみたいな、だから、うん、まあまあ、ほんまに同期でありながらすごいこう、はいはい、一丸っていう感じだな、はいはい、そこにいましたね、藤原と一緒にね、はい、そうそうそう、後に藤原のなんかドキュメント番組とかみたいので言ってましたけど、藤原は面白いけどなんかちょっと見た目が良くなかったから、ちょっとなんかあんまり人気がなかったと、うんうんうん、僕らですよ、うん、同期のやつらが出てきた時にキャー言われて集まってっていうのを僕らのこと言ってるんですよ、うんうんうん、まあ、だから色も良かったし、はい、色は良かったです、はい、その時はもうめちゃめちゃ人気ありましたよ、本当に、ま、満員でしたもん、イベント西山劇場だらな、はい、100人以上入るところは、ほとんど僕はチケット売れてましたから、あの当時人気あって、人気あって、フジモンのチケットを何枚も僕は売りました、あいつ売れへんから、何枚も僕は、ね、今は社交的やし、はいはい、ほんで、はい、なんかそれで解散になった、解散しましたね、天祖が始まる前に解散しました、あそうなんや、はいはい、そうですそうです、だからもしやってたら天祖とかに入ってたかもな、はい、それは言われましたよ、当時のプロデューサーに、せやろな、やめたんや、色的には一番天然素材の色というか、そうですそうです、若い子に人気あってみたいな、善次郎兄さんが、うんうんうん、その、あの入ってたよな、天祖の最初のなんかグループみたいのを作ってたの、うん、シネシネだったかな、なんか名前忘れましたけど、善次郎兄さんにはハマってなかったんですよ、マニアックが全く、あだから、はい、女の子、若い子には人気あるけど、はい、男の芸人が見てどうやねんっていう、そうそう、そういうのがあった、だからそこの前身のグループには入れてなかったんですね、はい、だからちょっと無理かなと思ってたんですけど、まあまあまあ、でもまあ入ってたかもというところで解散して、はい、その頃に、はい、なんか俺と誠司が一緒に住んでて、はい、それが俺がそこ出て、ほんで、はい、竹若が入って、そう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 、はいはい、ここがまあ溜まり場みたいになってて、そこでよう遊んでたよな、行ってた行った、行ってましたし、僕はジュニアの一人暮らしのとこもしょっちゅう行ってました、来てたな、しょっちゅう行ってましたよ、非常に迷惑やった嘘やん、俺もう毎晩こうネタ作ってるとこに来んねんいやもう俺ちょっともうで空気読めやと、お前芸人がノート開いてペン持ってたら普通帰るで、ちょっと聞いてくれや、まんじゅう屋にな、まんじゅう屋の女に振られた話もええねんみたいな、もうずっとまんじゅう屋、俺もネタ作ってんのにさでもあれでもジュニアは結構僕にこんなネタどうかなって当時聞いてくれてたよ、ああそう、ああ知らんとかジュニアのファンの人もうちょっとびっくりすると思いますけど、だからまだ当時、はい、そんな作家とか、はい、いいんこれやし、はい、これどうかな言うて、ああジュニアがあの俺に相談して、俺がえめっちゃおもろいやんそのこと、ええやん言うたら、うん、ちょっと考えて、ちょっとちゃうなって髪をビッて破ってぐちゃぐちゃぐちゃってバーン投げて、そんなんあそうで最終的に昭和の文豪みたいな、いや本当にでもあの本当ね、あの僕が初めて聖女より先にあのスローモーションジャンケンやりましたよ、2人でスローモーションジャンケンだったな、なんか、はい、一番最初のやつ、はい、ああ言うて、これ僕がやったんですよ、最初に合わせたの、えそうなの、はい、世に出す前にこんなやろう思てんねえで、そうちょっとやってよってこれ2人で合わせましたよ、あめっちゃおもろいやー言うてでそれやってましたよ、次のイベントとかで、はい、あれ何だの、何まんじゅう屋の話、まんじゅう屋、まあ、まんじゅう屋をね、そうなんです、まんじゅう屋の、はいはい、女の人と付き合うでね、やって和菓子屋さんね、和菓子屋さんの和菓子屋さんの売り子のお姉さんね、まんじゅう屋言ってますけど普通の和菓子屋ですよこのまんじゅう屋の女が浮気すんねん、
浮気、まあまあ浮気してんな、そうですね、ほんでもうえらいな、ショック受けてな、はい、ありましたね、ありました、ありました、どうしたらええ、はい、どうしたらええって、はいで俺もネタ作りながら、はい、もうちょっと電話してそこからしばらく電話せんかったんちゃうか、うん、とか言いながらそんな感じちゃいましてんかあの時もっと親身でしてんか、あ、そうそうですよ、ジュニアどうしよう言ったらジュニアがね、あの時4歳下やから、うん、だいぶ下やで、僕22ぐらいやから、うん、ジュニア18ぐらいです、うん、17、18のジュニアが、子供やで、あのね僕にお前はなとちょっと押してばっかりやと女なんて押したり引いたりせなあかんと、お前を追いかけすぎだと、だから一回連絡も全くするなと、1ヶ月ぐらいするなと、で連絡来た、もし当時ポケベルやったかな、来た時もすぐかけるなと、そこで飛びついたらあかんと、で泳がしてから何やったとか、え、よかったらみたいな感じの余裕を持って接しろというアドバイス、すごいなこいつを思って、17、18のガキがすごいこと言うやん思って、それそう普通の話じゃない、いやでもそういうノウハウをものすごく学んで、で次の日に俺は誠治のとこ行って、昨日ジュニアにこんな言われたけど言って、でも振られて言ったら誠治が知るかそんな腐れ女飲め飲め言って飲ましてくれんの誠治は、いろいろ兄弟でも違うな、やんやん行こうか言うて、やんやん言うてカラオケパブ行って、でくれないな言って歌ってたわ誠治は、はい、なるほど、そんなんでした、でも本当にそうやって仲良く千原兄弟とはね違う道行くじゃないですか、ほんで、はい、どういう経緯で、はい、俺よう分かってへんねんけど、はいはいはい、もう経緯って言ったら新喜劇入ってたよ、そうですそうです、あの解散して、うん、解散な話し合って、うん、あの社員の人にっていうかね、うんうん、あの本社に挨拶しに行ったら、うんうん、当時新喜劇のプロデューサーの人と、うん、僕まあ仲良くしてたりとかしてて、うんうんうん、解散するって、うん、えっでどうすんねんこの先言うてコンビとか組むかまだ考えてませんって言ったら、うんうん、すぐ神経来い言って、うん、お前はあの男前やし、うんうん、背も高いし、うん、声もでかいし、うんうん、絶対向いてるって、うん、すぐ2枚目できる言って、うん、まあ、うん、どうかなってまあまあ仕事ないしええかとみたいな感覚で神経劇入りました、ああまあなかなかこう、はい、なんていうのこんなに言うとあれやけど、はい、ええー、意味でも悪い意味でも、はい、閉ざされた村やん、うん、まあまあそうですね神経劇、ね、ってそうですそうです、まあ、全然そのルールがまたちゃうやん、はい、うん、違います、ね、それ入った時は大変やったやろ、はい、大変ですよそら、先輩後輩のなんかいろいろまた我々とも違うやろ、違います、だって我々二丁目劇場で一番上が我々やったから、うん、そうね、はいはい、そう、ね、先輩おらんもんな、はいはい、そうそうそう、もうあのだって僕の父親と同じぐらいの年の人らとねやるわけじゃない、うん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 、メダカさんとかね言うたらあの桑原師匠とかもそうですけど、うんうん、最初入った時にもう遊んでたノリでね、うんうんうん、おるわけですよ、うんうん、チャラチャラした、はいはいはい、チャラチャラとか若い女の子とコンパとかようやってたでしょ、あのノリで入ったら帯谷高井さんとポットの人がえらい僕に食いついて「おっ飯行こうぜ」って「女紹介してくれ」とか、そんな散々あの女遊びを一緒にやってくれたんです、帯谷高井っていう先輩が、でもこれがちょっと失敗で、それはね入ってきた若手のやつね毎日のようにね帯谷高井とね女遊びしてる、で楽屋で「昨日の女どうやった?」みたいな会話する、そしたらそれ師匠連中あいつなんじゃってなるじゃないですか、なやねんあの若いやつやめさせるやんなやつみたいになるわけですよ、でそれを聞いて僕はちょっとあかんなと、ここで生きていきたいならもうこれはもう上の人たちに合わさなあかんからってことで、僕はもうその女と遊ぶもやめて家出るときは新聞をちょっと読んでこういう会話してはるな、政治の話とか野球の話してはるなと思ったら勉強して楽屋行って、ああの政治の話ちょっと教えてもらっていいですか達人みたいな、えっって言ってそっからだんだんあなるほどやっていきました、ね、それで大体あの新喜劇の大山英雄ってちゃんと認知されるのにどれぐらいかかってんの、はいはい、いやまあ全然最初はもう本当にあの天然素材とかすっげーとかやってる時にガーって同期ぐらいのやつがわーってなってる時、僕まだチャーリー浜さんがごめんくさいとこけるだけの役とかやってました、ずっと。ああそうなんや、はい、でもある程度してきたらですね、福山雅治さんのモノマネネタみたいのをちょっとやりだすんです、そこでちょっとあの火がつくというか、それもさ、はい、一発目やる時って、はい、めちゃめちゃ勇気いるよな。そうです、若手のイベントとかでエンディングコーナーとかでちょっと披露はしてたんですよ、だから客が若いからわーなったりとかすることはあったんですよ、でもナンバーグランド花月全然ちゃうもんな、ね、やっぱりお年寄りから子供までおるじゃないですか、うん、で知ってるのを見たいし、そうですそうです、まあまあでずっとだからずっとやらなかったんですよ、やらなかったんですけど内場勝則さん、はい、座長が、はい、
ちょっとそろそろ福山のネタとかやってみたらどやって言ってくれたんですよ。あ、5年ぐらい経ってからかな。だからはい、そうなんや、27歳ぐらいで5年ぐらい藤川さんが扉を開いてくれたんや、はいはい、で、いいですかって一回やってみますって、多分あれホテルの設定かなんかやって、僕は普通のお客さんで来てて、うん、ホテルマンですよ内間さんが、うん、えなんでこんなとこに、うわ握手してくださいって言って、いや素晴らしい、あのすごいファンです、え誰と間違えてるんですか、福山雅治さんですよねって言って、僕はあんちゃんさ、俺は小雪のことが好きだって一つやらぬ人のセリフを言い出すんです。ほんだら一部の若い人がわーってなるんですけど、もうえざわざわざわです、地方から来てる、はい、おっちゃんおばちゃんわからへんわ、はい、ざわざわざわ、どうえー、ってなって、僕が喋りながらどうしようどうしようと思ったら、横に山田花子がおったんで、あ花ちゃんおるなと思ったから、僕がセリフ言った後に聞いてたのか小雪って、小雪にしたんですよこの人を。そして内場さんがえこれ小雪言って、小雪って酒井紀子やで、顔見てみ、なだれやんか、なだれ起こしとるで言うたらバーン受けたんですよ。ほんで花ちゃんがちー兄ちゃんって抱きついてきて乗ってきたんですよ。やったでこいつ小雪よ言うたらバーン受けたんですよ。そっから広がっていくんですよ、どんどん、それアドリブな、はい、3人の、はい、すげえな、こっからどんどん広がっていきます、すごいね、はい、こっからあの何あの江口洋介やる人とか出てきたりとか、あんちゃんってメダカ兄さんが一番ちっちゃいやろお前言われたりとか、もうめちゃめちゃ広がってくるんですよ。武田鉄矢やってドラマちゃうやろいう人とか、もうこう僕の発信で広がるネタができていくんですよ。そうなんや、はい、ほんでその福山さんあるっていうのが、はい、そうですね、徐々にこう新喜劇、新喜劇で週1回ね放送されてるし、徐々になんか街歩いてもようやくこう言われるようになって、そうですとか、あのほんで、はいはい、何をきっかけに、はい、そうやって大阪で浸透して、はい、そうですやってました。何をきっかけにそれを、はいはい、そこから飛び出るのもうルミネができたんですよ。あそれで、はい、ルミネができるんですよ。29歳ぐらいの時かな、ルミネができるから転勤ですよ。僕も言うたら吉本に言われたんですよ、新喜劇ルミネでやるから お前はあのもう大阪を取っ払うっていうか、もう東京に住んで東京でやってくれ。その時はもう家族はいた、嫁がいました。新婚です。新婚で、はい、嫁も説得しないとダメですね、はい、でもその時にあの僕も嫌やったんですよ。せっかく大阪で気付き出してきたし、街歩いたら新劇の人や大山さんや言われて、で嫁とも、嫁もやっと大阪に住んで、名古屋の人やから大阪に住んで、ようやくちょっと落ち着いてきたとこやのに嫌やったんですよ。ほんだらでも来てくれって言うから、いやいやお金がないと、引っ越し代かかりますと、なんぼいんねんって吉本が言ってきて、100万ぐらいですかね、あ、ほんと振り込んだるって言われたんですよ。え、こんな、ま、そんなに僕欲しいんかってなったわけです。すごいね、吉本が100万振り込んだる、マジ、引っ越し代マジですかって、じゃあここまで言ってくれんやったら、もう腹くくらなあかんもん。で、そうか、嫁も説得して、新喜劇を安定さすには誰か一人いると、はい、いるっていうことですよね。新喜劇をちゃんと知ってる、はい、そうです、俺かと、よっしゃ分かったやりますって言って返事したら、いやありがとうと、そしたら、いついつに100万円振り込むから言って、ここちょっとサインしてくれるか言われたんですよ。え、サイン、はいって、わかりました、月々5万円でか言われて、え、なんすかって、吉本ファイナンス借金させられて嘘でしょ借金、そうやで、やる言うたか、いや、貸すよ、なんぼでも、もっといるか、いや、いいです、え、そうなんですか、利息もあるしな、そう、人はそれをカツアゲっていういやいやいや、本当にで、そこで僕はほんまに当時、まあ、プロデューサーの人に絶対に稼がしてくれと、絶対に返させてもらわなあかんし、絶対に生活も嫁も説得していくねんから、腹くくっていくねんから、それだけは絶対保証してあると、お前も絶対ルミネで飯食えるにしたると、本当ですかって言って約束してもらって、あの新喜劇やりに行くんです。そうなんや、はい、ほんでそのルミネができた、はい、大山が来るぐらいに俺が事故りましたね。事故りました。はい、ほんでルミネが始まって、始まって、そうです、はい、今だって新喜劇は、はい、あんのあんねや、土日だけね、新喜劇みたいなこと、まあまあ短いバージョンをねやってるんですけど、そこなんですよね、新喜劇がなくなっちゃったんですよね、毎日やってたから、そこが大変な、まあ、まず第一回目の僕ので、どうするとこの大山秀夫って、あのルミネもやっぱりそういう風に思ってくれてるからね、大山さんこうやってね、ここにやりに来たんやから、これなんとか大山さんのこと考えなあかんでって歴代支配人が言ってくれるんで、ユニットコントみたいなのやったら普通に出番入れれますよ、ね、でミニ新喜劇みたいなのを自分で作って、ミニ新喜劇みたいなのでこう、はい、まあなんとかいけてたんですけど、
それもだん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 縮小されていくわけですよ、やっぱり。でも、はい、ほんでまたコロナもあるし。そこなんですね、ジュニアさん。一番です、そこが。まあまあ、なんとかご飯は食えてましたけど、コロナでもう一回リセットですよ。ルミネが休みになるってこと、休みになったんですよ、うん、ってことは僕も休みになるじゃないですか。117連休ですよ。なかなかでしょ。すごい。